デフヘブンは2010年に結成されたアメリカ合衆国のブラックメタル、ポストメタルバンドである。サンフランシスコを拠点にジョージ・クラークとケリー・マッコイの二人組で活動を開始し、自主制作アルバム、デモを共に制作した。デフヘブンは3人の新しいメンバーを加入させてツアーを開始した。2010年が終わる前にはバンドはデスウィッシュというレーベルと契約を結び、 2011年4月にデビューアルバムローズ・トゥ・ユダを発売。続いて2013年に発売されたセカンドアルバムサンベイザーは各メディアから絶賛されバンドの地位を格好たるものにした。最新作のサードニューバ・ミューダは、アンタは安泰レコードよりリリースされている。デフ・ヘブンの音楽スタイルはブラックメタルにポストメタルやシューゲーザーからの影響を 混ぜたものであると認識されている。デフヘブンは2010年2月に、ボーカリストのジョージ・クラークとギタリストのケリー・マッコイによって、カリフォルニア州のサンフランシスコで結成された。マッコイは以前は、ライズ・オブ・カリギュラというグラインドコアバンドで活動していた。ウィリアム・シェイクスピアのソネット集29番に出てくる単語であることは分かっているにもかかわらず、クラークはどうやって、 デフヘブンというバンド名にたどり着いたのかよく覚えていないという。デフとヘブンという二つの単語はスローダイブに対するオマージュとして使われたという。バンドはその時には金銭的余裕がなかったにもかかわらず、ジャック・シャーリーに500ドルを支払って、クラークとマッコイはアトミック・ガーデン・スタジオで2010年4月に題名のないアルバムを収録した。この時二人はエレキギターを持っておらず、 デモはアコースティックギターで作られ、スタジオに備えられていた機材を借りて収録した。無題のデモはデジタルダウンロードとカセットテープで限定数のみ発売され、伝統的なスクリームにブラックメタルやポストパンクを混ぜた4曲を入れた。本来はデフヘブンは自分たちの楽曲を発表する意思はなかったが、彼らはいくつかのお気に入りのブログに送った。デモが 前向きに受け入れられた後に、クラークとマッコイは、ベーシストのデレック・プライン、シューゲーザーバンドの元ホワールで、ワーのギタリストのニック・バセット、そしてドラマーのトレバー・ディ・シュライバーという3人の追加ミュージシャンを集めて、トレバーは、クレイグスリストに広告を出し、5人編成のバンドとなり、2010年7月に最初のライブを始めると表明した。ディフ・ヘブンは、コンバージの ボーカリストジェイコブ・バノンが設立したレーベルデス・ウィッシュと2010年12月に契約したと発表した。デス・ウィッシュ側からデフ・ヘブンに接触し、本来はデモをより広い範囲で CD を発売するつもりであった。この時までにはデフ・ヘブンは新曲を書き終えており、デス・ウィッシュがデモと新しい楽曲の両方をリリースするのかを尋ねた。デフ・ヘブンが デスウィッシュから発売した最初の作品はリバタインディソルブズとデラルスを含んだ7インチのシングルでこの2曲はデフヘブンのデモから採用されたこのシングルは限定生産されデスウィッシュのサイトから購入した人々にランダムに贈呈された彼らのデビューアルバムローズ・トゥ・ユダはデスウィッシュから2011年4月に発売されたこの題名は デフヘブンの故郷へのライトレール、N ユダに由来し、歌詞はクラークのイヤーオブザ・サブスタンス・アビューズディボーチェリーに関するものである。ローズ・トゥ・ユダはデシベルやルバ・マガジンから高い評価を受け、ナショナル・パブリック・ラジオ、ピッチフォーク・メディアや AV クラブなどの雑誌やウェブサイトで数年にわたってリストに載った。MSA のミュージックもデフヘブンを2011年のベスト新人アーティストに指名した。 2012年にスペインのバルセロナでライブを行っているボーカリストのジョージ・クラーク、ローズ・トゥ・ユダをプロモートするために、デフ・ヘブンは2011年3月にテキサス州オースティンのサウス・ワイ・サウスウエストで演奏を行い、同年6月にはカナダのノイズ・ロック・バンド、ケンモードと共にツアーを行い、そして7月のカリフォルニアズ・サウンドやフューリー・フェスティバルで11月には ポストロックのバンド、ロシアンサークルとツアーを、翌2012年2月には、ヨーロッパツアーを行った。デフヘブンは、ニューヨークのブルックリンのノースサイドフェスティバルで、行われた2012年中頃のフェスティバルや、テキサス州オースティンで開催された、ファンファンファンに参加した。デスウィッシュのフリーライブアルバムの一部として、デフヘブンは2011年7月に、ライブアットザ・ブラックトップを発売した。 このアルバムにはカリフォルニア州のベルガーデンにある元はトラックヤードだったところが事件現場になったザ・ブラックトップで2011年1月15日に行われたライブ全体が収められた2012年10月にはデフヘブンはフレズナーレコーズからアメリカのブラックメタルのバンドボッシュ・デネージュと共に EP を発売したデフヘブンはモグワイのパンクロックと コーディをカバーし、シングルトラックとして発売した。この2曲は、モグワインの1999年のアルバム、カム、オンダイヤングに収められていた楽曲である。2012年にも、デフヘブンは2010年に出していた、デモを、サージェントハウスからリマスターした、限定版のビニールレコードをリリースした。2011年9月の上旬に、デフヘブンは EP、 あるいはフレアルバムのための楽曲を作っていたと発表した。この時に、マッコイは、ローズ・トゥ・ユダよりも、より早く、より暗く、非常に重くてはるかに実験的な曲になると述べていた。しかし、2012年12月には、クラークは彼らの新しいアルバムは、メランコリックさや、ブラックメタルらしさを小さくし、むしろ、完備で、ロック調、ポップ調でさえあるサウンドになったと述べた。 サンベーザーと名付けられた新しいアルバムは、かつてのデモがそうだったように、結成当初のメンバーであるクラークとマッコイのみで書かれた。しかし、ローズ・トゥ・ユダの時とは異なり、デフ・ヘブンは5人編成のバンドになっていた。クラークとマッコイは、新しいドラマーのダニエル・トレイシーによって、スタジオに缶詰になり、トレイシー曰く、すでに確立されていた楽曲の骨組みに彼独自の、 ドラムスタイルを導入した。アルバムの題名は、クラークの完璧主義を反映させている。彼はこのアルバムについて、自然には達成し得ない、豊かで美しく完璧な存在や、自分自身の失敗、人間関係の揉め事、家族の問題、死、その他によって処理しなければならない現実への闘争を象徴とすると述べた。デフヘブンは2013年1月に、ジャック・シャーリーと共に、 サンベーザーを収録するために、スタジオに入り、デスウィッシュから同年6月11日に発売した。サンベーザーは発売直後から賞賛された。メタクリティックは100点満点中92点をつけた。サンベーザーは、デシベル、ノイズクリープ、ザスキニー、スピン、そして、ステレオガムによって2013年の期待されるアルバムに指名された。このアルバムは、 同様にビルボード誌に載ったデフヘブンの最初の作品となり、ビルボード200で130位にランキングされ、トップヒートシーカーズでは2位になった。サンベーザーのレコーディングに参加していた新しいドラマーのダニエル・トレーシーに加えて、デフヘブンはベーシストのスティーブン・クラークやギタリストのシャイブ・メーラを2013年のツアーのために加入させた。結成当初からのメンバー、 クラークとマッコイはバンドを去った元メンバーについて、生活上の困難や、金銭的利益がほとんどなかったことを理由に挙げた。サンベーザーを引っス下げてのデフヘブンの最初のツアーは、ザ・シークレットと共に2013年4月と5月に、ヨーロッパとロシアで行われ、その後に、マリッチと共に、同年6月と7月に、アメリカ合衆国で行われた。2014年には、 デフヘブンは1月にオーストラリアで2月と3月にビトウィーン・ザ・ベリードミーをイントロノートやザ・キンドルドと共にサポートする予定になっている。ありがとうございます。